ブーリン家の姉妹は2008年公開のアメリカ合衆国イギリス合作映画フィリッパ・グレゴリーによる同名小説を原作としている16世紀のイギリスを舞台に後にヘンリー・パッセイの寵愛を受けることになるアン・ブーリンとその妹メアリー・ブーリンの姉妹をめぐる歴史劇である主人公となるブーリン姉妹には暗役にナタリー・ポートマン メアリー役にスカーレット・ヨハンソンと若手の2大女優を配し、両者の初共演となった。ヘンリー・パッセイ役にはエリック・バナが配役された。衣装は恋に落ちたシェイクスピア・アビエーターでアカデミー賞を受賞したサンディ・パウェルが担当した。撮影は2006年9月から12月の間に行われた。公開は当初2007年内を予定していたが、 翌年の2月に延期し、同年8月30日より、約1ヶ月の追加撮影を行っている。2008年2月15日に、第58回ベルリン国際映画祭にて、プレミア上映が行われた。2008年2月29日より、アメリカ国内1166巻で封切られ、初日3日間で、約820万ドルの講習を稼ぎ、その週末のランキングで4位につけた。 一巻あたりのアベレージでは、拡大公開された作品の中では最も高い数値を記録している。世界講習では現時点で約6800万ドルとなっている。このまずまずの成績を受け、一部報道では、原作者のグレゴリーによるアンブリンの10枚のキャサリン・ハワードを主人公としたザブリン・インヘリタンスの映画化が企画されているという話も出ている。 ありがとうございます。